どうも、チリマスでーす。はい、ということで、今回の動画は、ちょうど3ヶ月前ぐらいにね、西アフリカトカゲモドキのマカロンちゃんをお迎えして、で、その時にケースをレプティギアにしますって言って、その開封動画とレビューもしてるんですけども、まあ、あれから3ヶ月経って、まあ、レプティギア賛否両論あるみたいなんですけども、まあ、僕の中では透明度も高くて、前開きでメンテナンスもしやすくて、で、いろいろとね、いいことずくめなんで、まあ、その、なんて言うんだろう、まあ、トカゲモドキたちには一番いいんじゃないかなという結論に至ったんで、今回ね、他のゴマ塩とかティラミスとかみかんちゃんたちの、ケースも、レプティギアに、ちょっと映ってるんですけどね、レプティギアにしたいと思います。で、ただなんか聞いた話によると、上のスリット部分、あの通気口の部分に足を引っ掛けて怪我をしてしまったっていうね、あの事故もあるみたいなんですけども、まあそういう怪我っていうのはどのケースにも言えることなんじゃないかなと思ったんで、まあ、あくまで僕が3ヶ月使って、あ、このケースがいいなっていう結論に至って、まあ個人的な見解でこのケースがいいなっていう感じなんで、まあ参考程度に見ていただければなと思います。で、ちなみに今ってね、こういうデザートソイルっていうのが販売してるんですね。ね、僕が2、3年前はね、なんかヒョウモントカゲモドキとかっていうのは、まあ乾燥した地域に住んでるからペットシートとかそういう砂でいいよみたいなこと言われてたんですけども、実際ね、飼育してみたり、あの生息環境のこととかいろいろ調べてみると、実際、まあ乾燥した地域には住んでいるけれども、ただあいつらは、まあ、巣穴を作って、その巣穴の中である程度湿度を確保できた状態で暮らしているとのことだったんで、まあ僕は今まではこうピートモスとバーミキュライトを混ぜた湿度を保てやすいような栄養剤を使ってたんですよね。ただもうそういうのを作る心配もなく、作る手間もなく、こういうソイルが販売されているみたいなんで、こちらも買ってみました。はい。で、まあこれもね、あのおいおい使ってみてレビューとかもしていきたいんで、また参考にしてみてください。ということで、今回はそんな感じでやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、まずはね、今回購入した商品たちを紹介していきたいと思います。まずはこちらのケースなんですけども、名前がレプティギアと言います。で、まあ、詳しいことは3ヶ月前の動画で詳しく紹介してるんで、まあ、リンクから見てほしいんですけども、まあ、メリットとしては、まあ、こういう風に透明度が高くていろんな方向から観察ができるし、他のケースと違って上の部分が黒かったりね、不透明なものじゃないんで、上からも観察ができるという点になります。で、あとはこの前開きになってるんで、まあ、ここからメンテナンスとか餌とか与えれたり、まあ、爬虫類っていうのはね、上からの、接触嫌がったりストレスになっちゃうんで、まあ、そういう時に、こうね、前開きのメンテナンスすることによって、まあ、ストレスを軽減できたり、あとは、まあ、カメラとか写真とかも撮ると思うんですけども、まあ、そういう時に、結構、なんか、普通のプラケだと、上の蓋を外してとか、もうプラケ越しからとかでね、ちょっとあんまりいい写真が撮れないと思うんですよ。でも、この場合、ここが開けれるんで、まあ、この、開けた状態で、なんかもう、ヒョウモントカゲモドキと正面向き合ってる状態で、こう写真が撮れるみたいな、まあそういう風に写真も撮れやすくなっております。で、ただ僕のデメリットとしては、例えばこのウェットシェルターが入ってたとして、で、ウェットシェルターを、まあ、ちょっとカビが生えてきたりとか水替えしなあかんなーっていう時に、ここのね、ストッパーを全部外して替えないといけないんですよね。で、それがちょっと手間かなーと思うんですけども、水替えする時はちゃんと全部このウェットシェルター消毒しろよっていう意図なのかもしれないですね、製作者側の。で、事故っていうのは、ここのスリット部分、ここの通気口に足を引っ掛けて、まあ、怪我をしてしまうっていう。だから、ヒョウモントカゲモドキが立ち上がりをすごくしちゃうタイプの子だと、もしかしたらここに引っ掛かったりもするかもしれないんですけども、まあ、それって他のプラケでもね、ウェットシェルターにこう乗っかって上からこうやったりして引っ掛かる危険とかもあるんで、まあ、万が一の可能性っていうことを考えると、まあ、どのケースにも言えることなんじゃないかなということで、まあ、僕は3ヶ月使用した感じ、まあ、このケースが一番いいんじゃないかなということで、まあ、このケースを購入しました。はい。まあ、そんな感じです。で、次がこちらのデザートソイルですね。消臭、保湿、お掃除簡単。敷くだけで匂わない天然素材。天然の土を固めた多孔質ソイルなので、匂いを、吸着して抑える。ソイルの保水性により適度な湿度を保持。ふんとまとまって固まりやすく、毎日の掃除が簡単。砂漠、亜熱帯地域の地上性、半地上性トカゲ類に最適ということで、値段がね、1258円ですね。4キロです。はい。
で、まあ、この子たちが排泄した時に、まあ、このソイルが周りに固まって、掃除がしやすかったり、で、まあ、ソイルなんでね、保水性にも優れてるということで、まあ、実際使ってみないことにはね、まあ、どんな感じかわからないんで、まあ、それはね、またおいおい動画で紹介していきたいと思います。まあ、今回使うのはこちらのソイルになります。で、最後が水皿なんですけども、今回購入したのはこちらですね。で、こちらがウォーターディッシュ S サイズの458円になります。で、前まで僕はこのヒョウモントカゲモドキと西アフリカトカゲモドキにこの深い朝皿とちょっと浅い朝皿、これぐらいの浅い朝皿を使ってたんですけども、まあ浅い朝皿だと土が入りやすかったり水がすぐ蒸発してなくなっちゃったりするんで、まあちょっと他の子たちも全部これに統一しようかなと思ってこちらのウォーターディッシュ S サイズを購入しました。はい、まあ、今回購入したものは、まあ、こんな感じなんで、早速ね飼育環境をまずは作っていきたいと思います。はい、ということで早速ね、飼育環境を作っていきたいと思います。まずはマカロンちゃんのね床材も全部変えていくんで、まずはマカロンちゃんのお家を作っていきます。で、こちら普通に切り取り線あるみたいですね。まあいいや、普通にこうやって4キロでどれぐらい使えるかですね。一応3袋買ったんですけど、もし足りない時のためにこれぐらいかな。OK、これぐらいで見ます。はい、これぐらいの厚さで、次にウェットシェルターですね。ウェットシェルター入れて、で、水入れですね。ほいっと。で、この中に水を入れて、はい、もうこれで完成です。はい、もうすぐですね。で、この中にマカロンちゃんを入れてあげます。ごめんね。あ、霧吹きするの忘れた。マカロンちゃん中入ってくれへん。ちょっとね、マカロンちゃんに当たらないように霧吹きしましょう。はい、まあこれはおいおいね、また霧吹きしていくんで、今はこんな感じで終わります。で、あとは蓋をして完成です。はい、こんな感じ。ちょっとね、やっぱストッパーの力が強いんで音はね少しなってしまいますね。ではちょっと違うところに置いて次の子をやっていきます。で、次にみかんちゃんのお部屋を作っていきます。あ、4キロって結構多いね。なんか多分今で3分の2使ったぐらいかな。多分1袋でレプティギア3個ぐらい使える。で、霧吹きをかけてあげます。で、最後にみかんちゃん入れてあげます。はい、みかんちゃんです。ちょっと白飛びしすぎて見にくいかもしれんけど、めっちゃ尻尾太くなった。なんかね、この子エニグマ入ってるのにゴマちゃんと違って尻尾太くなるんですよね。ゴマちゃん全然太くならないのに、個体差なんかね。ほら、めっちゃ太いっしょ。で、最近よくねツイッターでレオパの尻尾なんか触ってる人めっちゃ見かけるんですけど、あれ自節する可能性になるんで絶対触らないようにしてください。なんで触ってる人あんな増えてんのかよくわかんないんですけど、ちょっとやめてね。お、もう早速ホリホリしてる。ん、閉まらんぞ。あ、閉まった。はい、こんな感じで、前のケースにあったちょっとネームプレートをこっちに入れます。 OK、 こんな感じです。じゃあ次の子やっていきましょう。で、次が、ゴマ塩のケースを作っていきます。
ど一袋でレペティギアの、まあ、大きいサイズの方を使い切るって感じですね。もう先にこっちに切るでしょうか。はい、ごまちゃんです。ちょっと脱皮前でね、白くなってるんですけども、いやー可愛いね、ごめんね。はい、新しいお家だよ。で、蓋をします。なんとかできました。はい、じゃあ最後に、ティラミスちゃんのケースを作っていきます。はい、ということで最後のね、マカロンちゃんのお家を作っていきたいと思います。一応デザートソイル4キロを今回3個買ったんで、まあ大丈夫やったんですけども、僕がやった感じ、だいたい1袋で大きいサイズの、レペティギア3個に使えるってぐらいなんで、まあ目安としてね、見てみてください。じゃあ2袋目開封。なんかいいね、こうなんか飼育環境を作るときって初めてお迎えしたときの気持ちを思い返すというか、なんかまた一から作ってる感じがして、ちょっとワクワク感とドキドキ感がある。はい、ティラミスちゃんです。マカロンちゃんだけね、ちょっと見せるの忘れてたな。はい、尻尾もプリプリ。マカロンちゃんが僕が飼育している子で一番おデブちゃん、ぼっちゃりやな、ごめん、ぽっちゃりちゃん。どうですか、マカロンさん、マカロンじゃない、ティラミスさん、新しいお家どうですか。あ、すぐ気に入られて家に帰られましたね。これね、ちょっと下に使い始めるときは下に押しながらやったら分かった、ちょっと入りやすくなる。で、だんだんここに慣れてきたら多分使うごとにさっきの感じみたいな、なんかめちゃくちゃ硬いようなことはなくなるんだと思います、はい。で、ネームプレート、ごましおちゃんちょっと忘れてたんですけども、ティラミスちゃんのネームプレートも買って、はい、ということで、まあ、あ、ちなみに浅いって言ってたのこれね、これの水皿はね、本当に水が乾きやすくて土が入りやすいんで、他の用途だね、うん、何に使うんだろう。僕今まで使ってたの西武芝の蛇のトンコツちゃんに使ってたり、他に誰に使ってるかな、特にムカデとかもこっちがいいかな、僕的には水入れは。僕あんまこれあんまりかな、うん、なんか水入れっていうよりは餌皿、あ、これ餌皿なんかな、もしかしたら、うん、飼育して4年目に初めて気づくっていうね、多分これ餌皿なんだと思います、水入れじゃないね。はい、ということで、最後にね、まあ、どんな感じか、ちなみにこれ重ね合わせることもできるんですよ。ここにストッパーが、ストッパーっていうか、まあ、鍵、ん?なんか凹凸みたいなのがあって。ちょっとそれを割って、まあ、どんな感じなのか見て割っていきたいと思います。はい、こんな感じになっております。ちょっと他の子たちのライトとかが反射して見にくいかもしれないんですけども、まあ、こういう風に開封して、ほら。うわ、めっちゃいい。うわー、素晴らしい。もう俺はこれがずっとしたかった。本当に綺麗。もう半端ないね、これ。やばいわ。まあ、ただね、地震が来た時が怖いんで、僕はちょっとこういう並べ方せずに、全部こう平らに置いて、下に耐震マットを引く形で、あ、ごめんね、ちょっとごめんよ。はい、やっていきたいと思います。はい。ということで、今回の動画こんな感じで終わっていくんですけども、まあ、今回はレプティギアで、で、最終的に、まあ、こちらのね、商品もまた使ってみてレビューしていきたいと思うんで、まあ、楽しみにしていてください。ちなみになんかこういう商品レビューしてほしいですとか、爬虫類用品これ気になってるんですけども、ちょっと買う勇気がなくて、ちょっとレビューとかもなくて怖いんで、ちょっと試してみてもらえませんかねってなればね、ぜひコメント欄に書いていただければ僕が、もしかしたら使ってみてレビューするかもしれません。ということで、今回の動画はこんな感じです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。